ひったくりひったくりは、物を持ち歩いている歩行者や、前かごに荷物を入れている自転車に近づき、すれ違ったり追い抜いたりする瞬間にその物のを奪って、逃げる行為である。窃盗の一種、オートバイ、自転車、徒歩で後ろから近づき、手に持っていたり、自転車の前かごに入れていたりするバッグを奪って、逃走する行為が多い。また、歩きながら、 スマートフォンを操作している人がスマートフォンをひったくられる例もある。被害者の多くが女性である。女性は現金、カード類の入った財布や貴重品などをバッグに入れて行動することが多いためであると言われている。発生時間帯としては夕方から深夜が多い。日本では窃盗罪が適用されるが、被害者が弾みで転倒したり抵抗したりするなどで負傷した場合は、 強盗致傷罪が適用される以下のような対策が推奨されている。日本のひったくりの認知件数は2002年の52,919件をピークに減少。2019年には1,553件を記録した。一時は全国一の発生件数から名物とまで言われた大阪府のひったくりも激減しており、 2000年の1973件から2019年には254件となった。女性労働者が午後8時30分頃駅を降りた、後、大都市周辺の暗いほうれん草畑の周辺で、自動車によるひったくりにあい、ハンドバッグ、革袋を奪い取られ負傷した事件では、大都市周辺の寂しいところに住居を有し、かつ午後8時30分頃という時間に退勤する、場合、 その途上で、ひったくりに会うことは、一般に発生しうる危険である。また、ひったくりの場合に、自動車による接触、転倒負傷することも一般にありうること。すなわち、通勤に通常を伴う危険が具体化したものと認められるとして、通勤災害による労災保険の適用が認められた。ひったくりにご用心。福岡県警察 iPhone ひったくり窃盗多発の、 背景アーガイブド2016年6月4日、アット・ザ・ウェイ・バック・マシン、読売新聞、2013年11月22日、ひったくり被害に合わないために引く、警視庁 AB ひったくり交付し、2014年9月16日、ひったくり防止キャンペーン兵語県、ひったくり対策、松戸市、2018年1月30日閲覧、もはや昭和の犯罪、大阪名物ひったくり、 なぜ急年朝日新聞。2020年2月6日閲覧。ありがとうございます。